京アナウンス学院 TV！ イエーイ！わーしゅっつって。はい、おはようございます。本日も始まりました、東京アナウンス学院 TV の時間でございます。今日も総合 MC させていただきます。桃園姫香と申します。お願いいたします。お願いします。お願いします。はいはい。こちら、東京アナウンス学院 TV はですね、水曜日、木曜日、金曜日と3日間ですね、朝の時間帯使いましてですね、東京アナウンス学院にあります各学科ごとに、水曜日だったら、放送声優家さん。で、木曜日だったら、芸能バラエティ家さん。で、金曜日だったら、演技家さん。で、アナウンス家さんと、それぞれですね、過ごとに分かれた特色なんかも出しつつ、楽しいコーナーも発信しつつの、素敵な素敵な情報を盛りだくさんでお送りしている番組でございます。はいはい、そんな水曜日、本日は放送声優家さんのターンですが、はい、なんと初登場の、初登場のお顔もありつつ、はい、では自己紹介早速。お願いします。挙手から。はい、おはようございます。東京アナウンス学院放送声優科2年の栗原さあやです。よろしくお願いします。イエーイ。お願いします。出た。七色の声を持つ女、栗原。七色の声ですね。とんでもないです。何でもできますからね。頑張ります。なんか言ってほしい声ある人はここまでって感じぐらい、何でもできる。とんでもない。栗原先生が今日もね、安定の。安定の挨拶ということで美しい声でお願いします。今日よろしくお願いします。はい、そしてお隣ニューフェイス、はい、お願いします。はい、東京アナウンス学院放送声優科1年の中畑美香と申します。よろしくお願いします。イエーイ、ほらね、もう動きで分かる通り不思議系来ました。イエーイ、ね、最初からね、最初にアナウンス学院 TV って言った時からイエーイ。はい、出ました、この感じって思いましたね。はい、元気なね、はい、元気なパターンの子ですね。はい、中畑たなった、噛んじゃった。中畑っちね。はい、中畑っちって言いづらいね。言いにくいですよね。中畑ちゃん、中畑ちゃん、中畑ちゃん。新しい、ハティって呼ばれてます。そんな可愛いのでよか。ハティか。ハティって呼ばれてんの？ハティとか呼ばれてます。ハティ緊張する？ドキドキですよ。絶対してます。最適ですよ。本日は、こんな3人でお送りします。賑やか。